ロゴサインを打つか、セ六は、日本の画家、イラストレーター、想定家、グラフィックデザイナー、先駆的なミニマリストとしても知られる。1950年代から1970年代前半にかけて、小説の挿絵や想定、油彩画などを手掛ける一方、商業デザインでも活躍。1962年からは、広瀬釜に設計の自邸 SH-60 に居住した。 1923年8月18日、福島県北方町に生まれる。女で一つで育てられ、町立北方幼稚園、北方小学校を経て、1941年に北方商業学校を卒業する。1943年、父親の遺廃をなたで割って上京し、東京美術学校に入学。同期の渡辺修造と共に、安井宗太郎の教室で学ぶが、 戦局の悪化に伴い、渡辺と共に学徒出陣し、横須賀海兵隊に配属される。1945年太平洋戦争終結後、海兵隊を除隊し美行に復学。絵画を習う方からアメリカ赤十字社で絵画の講師をする。1948年に東京美術学校を卒業し、挿絵画家としてデビューする。以後、週刊読売。 小説新潮、週刊産経、週刊文春、宝石、朝日芸能、平凡パンチ、週刊プレイボーイ、週刊漫画タイムズ、推理ストーリー、ボーイズライフ、問題小説、婦人生活、週刊女性、女性自身、週刊平凡、マドモアゼル、美しい10代、女学生の友、中1コースなどの雑誌や新聞にイラストを描いた。 大塚邸 SH-60 崖掛け上に張り出した部分が、パテオシ生活では1953年にリネ夫人と結婚し、美工の在学中から講師をして貯めた資金で、東京都中野区に自邸を建てる。1962年には、同じ場所に、広瀬鎌寺の設計による、自邸券アトリエ SH-60 を新しく建て替え、活動の拠点とする。 この建物は春光当時から雑誌などで紹介され、大塚のライフスタイルも一般に知られることとなった。同年からは7年にわたり、新聞や雑誌に、アンネ株式会社の広告イラストを描き、日本雑誌広告賞を受ける。1966年には、手塚治虫の依頼により、手塚のアニメ映画、展覧会の絵のためのイラストを描く。 1969年にはレース中に命を落としたカーレーサー、福沢幸男を忍んで出版された写真集とレコードの制作に参加する。1970年代に入り、新たなアトリエの候補地を探すため、夫人と共にブラジルへ旅行するが、思うような土地が見つからず帰国。1974年、差し絵の仕事を制限し、ブラジル人女性をモデルとした。 油彩画の連作に取り組み、50点の作品を描き上げた3日後の6月5日に急生。50歳没。リネ夫人は、大塚の死後、画家として活動し、画廊も経営した。また、大塚の13回期にあたる1988年11月には、出身地の北方市で、遺作展が開かれた。作画用の机とオブジェ大塚は必要最小限の、 所持品でシンプルに暮らすことをモットーとした。自邸の建て替えにあたっては、1960年頃から生活設計を練り、あらかじめ夫婦二人での生活に必要な品々を定めた上で建築家と協議して設計し、自身も建設作業に携わっている。大塚の新しい自邸 SH-60 は、 約30坪の崖上に張り出したカンチレバー構造で1962年に竣工した。この家は当時の家庭史、建築士などでも取り上げられ、その窓のない白いスティール製の箱のような外観から、1965年には空に浮かんだ白い箱などと紹介されたりもした。内装も大塚が最も好きな色だとする白で、統一し、家具は作り付けの棚のみで、 テーブルや椅子類も置かず、食器の数も必要最小限に留めた。その一方で、夫人の化粧品や衣類などにも打つかがこだわりを持って選び、衣服は大塚が生地を選んでデザインし、夫人が縫製したという。自邸の敷地の約半分を占める崖上に張り出したパティオは、晴天時には物干し場や居間として使用し、夜には パティオの内壁に8ミリ映画の映写をするなどして楽しんだ。大塚は1973年秋、雑誌の取材に答えて元日を除いて毎日水泳とヨガを行っているとし、自身の生活心情について以下のように述べている。単純であること、素朴であること、リッチであること、財産などというケチなものは少ないほど豊かであるという考え方が、 僕の単純ということだ。できるだけ手を加えないものが素晴らしいという見方が素朴ということだ。甘っちょろい解釈、ローレベルでのセンス、こいつは大変貧相なことで、そういう意味でリッチでありたい。僕は生活という字が大好きでね。生きて生きる。この日本の文字の本当の意味を僕は捉えてゆく。大塚と信仰が扱ったイラストレーターのナイトールネは、 1978年に生前の画家を改装して、風貌はジェームズ・キャグニーやエドワード・ G ロビンソンを思わせるベビーフェイスで白いスポーツカーや水泳、海、船作りなど仕事も遊びもエネルギッシュで生の塊のような人だったとし、いでたちはいつもオフホワイトで荒いざらした白いコットンパンツに自身がデザインしたエックホワイトのフィッシャーマンズセーターがよく似合っていたと。 語っている。自邸のアトリエで、大塚のデビュー作は不明である。リネ夫人によれば、石原慎太郎が1958年に、週刊読売に発表した、小説、夜を求むがせの差し絵を担当したことがきっかけで、脚光を浴び、石原裕二郎などのちぐるも得て、人気イラストレーターの地位を築いたという。以後、藤原真嗣高木明光、島田和夫、 大矢部春彦、五木博之、笹沢佐穂などの小説の差し絵を手掛けるようになったが、中でも大矢部春彦とは、彼が初めての長編小説、地の罠の連載を開始した1958年から1973年まで、断続的にコンビを組んだ。大塚のイラストは、シャープな線を特徴とし、ハードボイルドなタッチを描かせて、天下一品。 女の美を描かせて抜群と評された。作画には主にペンや鉛筆、コンテなどを用いたが、油彩やコラージュ、デカルコマニーの技法による作品もある。署名には、清六のロゴスタンプを用いた。週刊朝日芸能の表紙1959年3月15日発行。大塚は自身の作画精神について、1959年に手掛けた。 朝日芸能の表紙画にコメントを寄せている。春の表紙祭、第1回、大塚清六ヘアスタイルは、今月の防具から、リップスの色は、ドモンジョのお姉様から、スラックスは、ササールの映画から、と、何の抵抗もなくどんどん新しいものを身につけて、若さを素直に生活しているお嬢さん。そういうタイプのヤングレディと季節の感触とを結合させてみた。中間の美しさは、 あまり僕の感情を刺激しない。僕が若いせいかもしれない。だから、テーマをスピードにとり、色は白と黒に決め、一切の説明的要素を省いた。また、1962年から1969年にかけて発表した、アンネ株式会社の広告イラストは5度の日本雑誌、広告賞に輝いている。これは、大塚の代名詞的な仕事となり、本人によれば、 他の仕事が滞るほどだったという。なお、大塚の画集やイラスト集などの作品集は2018年現在も刊行されていないが、大塚が描いた安寧社の広告イラストの一部は、社会学者、田中光の著書、生理用品の社会誌に掲載されている。二十割カッコは単行本。 1950年代、1960年代、1970年代、20倍カッコは、広告のキャッチコピー、大塚はイラストを担当。1962年から1967年、ありがとうございます。